ジョナサン・キース・ナナリーは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州出身の元プロ野球選手。米国時代の登録名は、ジョン・ナナリー。日本での登録名はナナリー。1992年の MLB ドラフト3巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名を受け入団。カンザス・シティ・ロイヤルズ在籍時の1995年4月29日、対ニューヨーク・ヤン・キース戦で、 メジャーデビューを果たし、第一打席でプロ入り初打席初本塁打を記録。1997年のシーズン途中、シンシナティレッズへ移籍。1999年には、ボストンレッドソックスへ移籍した。2000年には、ニューヨークメッツに移籍し、東京ドームで行われた、メジャーリーグ開幕戦で来日し、打席にも立った。その3ヶ月後、 トロイニー・イルラスケット外国人打者の不審にあえいでいたオリックスブルーウェーブへの入団が決まり再来日を果たした6月28日の対大阪近鉄バファローズ戦でデビューを果たし第1打席で前川勝彦から本塁打を放った前述の通りメジャーデビューの打席でも本塁打を打っているナガリーは史上初めて日米で 初打席初本塁打を記録した選手となった。しかし、最終的には2割を切るほどの低打率に終わり、シーズン終了後に解雇された。2001年から2006年までは、マイナーリーグでプレーしていたが、メジャー昇格はできなかった。2005年は、禁止薬物で陽性反応を示し、15試合の出場停止処分を受けた。現役引退後は、 インディアンス参加のマイナー球団の打撃コーチを務めた。後、2010年から2011年までは、インディアンスの打撃コーチを務めた。その後もインディアンス参加、レッドソックス参加、エンゼルス参加、パイレーツ参加と移りながら、打撃コーチを歴任している。2021年現在は、パイレーツ参加トリプル a 級、インディアナポリス・インディアンズの打撃コーチ。 ありがとうございます。